ももの M300 のタイヤもし履き潰したとしてももう一回リピートしたいと思いきや、現状のシビックさんのスペックの方を最初にお伝えさせていただきます。黙れコアッパー。足回りの方がテイのフレックス Z を組んでおります。で、減衰の方がフロントが10のリアが12となっております。これはね、だいぶ柔らかめの設定になっております。前履いていたタイヤ、ミシュランのパイロットスポーツ4なんですが、空気圧の方が現状 2.7、 これも前のタイヤと同じ空気圧で全く同じ環境でインプレの方をしているという状況でございます。買ったところはもちろんアマゾン。新品のタイヤも鳴らし走行みたいのがございまして、おおよそ50キロぐらいですかね、走ると本来の性能が徐々に出てくれるみたいなことを言ってくださってるので、ちょうど今走っている中で50キロを超えそうな勢いでございますから、途中でおっていう感覚になるかもしれません。早速飛び込んできたのが、ロードノイズがだいぶ軽減されてるなっていうぐらいに静かなんですよ。今ちょうど走っているところがですね、普段ミシュランのパイロットスポーツ4でしたっけ、で走っていたらもっと室内にゴー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 音が鳴り響いていたんですが、いや、それなりに軽減してますね。劇的に変わったっていうのはないんですが、あーなるほどなるほどっていう感じがいたします。まあさすがこのモモの M300 の性能といったところですかね。これはですね、一応カタログ上ですと、まあ、スポーツ走行もしっかり、街乗りでかなり静粛性に優れているっていう風に書いてあったんですよね。それがまず実感できているかなって印象を受けます。こうやってハンドルを少しグネ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 させますと、若干応答性能が遅いのかなっていう感じもいたしますね。あの前のミシュランのパイロットスポーツ4も乗り出し初めて乗った時は結構こうもちもち感があってグニャグニャしてるなってイメージがあったんですが、慣れてくると結構キビ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 していたんですが、そのミシュランのパイロットスポーツ4よりも柔らかく作られてるのかなって勝手ながら思っております。そうなんだよな、だから多分そうだよね。でね、今自分で思いました、多分ね、自分で思いましたって何が思ったんだろうね。もうなんかもう朝一で何を話していいかさっぱりわからない今日この頃なんですが、あのね、私インプレッション動画下手くそだわ。いや本当に言えない、めちゃめちゃ下手くそだと思います。もうインプレとかもう インプレがダメ。もう簡単に言ったら、あーロールドノイズが減りましたね、あとね少し柔らかいっすね、はい終わりですみたいな、本当そんな感じなんですよ。この乾いた道路ですとか雨が降った道でも快適にグリップを力を発揮してくれると言っております。この人すごい頑張ってますよね。はい、左に曲がります。さあコーナーリングはどうだ、まあ普通だ。わかんねっす。ただね、あの本当にもち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 して柔らかいなっていう印象を受けております。この FK7 で履いてきたタイヤがグッドイヤーとミシュランのパイロットスポーツ4、そしてモモの M300 になるんですが、一番硬いのがやっぱりグッドイヤーだったかな。でその次にミシュランで、一番柔らかいのがこのモモの M300 みたいな感じですね。ただそれだけなんだよな。言えないよインプレなんて、もうなんで前へ遅い車ばっかりなんだろうな。しかも追い越し車線で30キロってどういうこと。これはね抜かすしかないよね。あでも追い越しとか車線変更も結構スムーズにできますね。そんなに違和感はないなっていう感じはあります。うん、いけるね全然。ただこう応答性能なんだよな。ちょっとこう少し蛇行運転して様子をこうやって見ると、なんかちょっとやっぱり応答速度が遅いかなっていう感じなんだよな。だから多分タイヤが柔らかいからキビキビとした動きはあまりできないのかなって思ってるんですよ。ということは速い高速コーナーってあるじゃないですか、あの辺りがねちょっと気になってくるかなっていう雰囲気もありますね。
ただ普通の街乗り走行では本当に快適そのものだなとは思いますよ。だからコンフォート性能が結構優れてるんじゃないかなって思いますので、先ほど紹介した今まで乗った3つのタイヤと比べますと街乗り性能はこのモモの M300 がもう抜群にダーンって上でございますね。まあ一応ねタイヤパターンも目視する限りですと結構細かいパターンでダダダダダダって作られてるのかなって印象を受けますね。まあそれがよりコンフォート方面に向かって性能を良くしているのかなとは思っております。でようやくちょっと速い速度で運転できることができましたのでちょっと見てみますと、いいね、まっすぐ走るし、ギアチェンジとかの立ち上がり、あーいいね。でもね柔らかい、すごい柔らかいわ。だから今減衰力を少し固めにした方がいいのかな。段差ですとかそういったものをこうやって今ガタンガタンってなったんですが、その時の突き上げ感っていうんですかね、コンコンコンってくるやつ、これもかなり軽減されてますね。結構ソフトにふわんふわんって段差を踏んでくれたようなイメージがございます。まあ、セダンタイプのお車を乗られてる方でもこのモモの M300 は全然いけるんじゃないかなと思っております。まあ、そんなに峠をガン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 攻めるですとかサーキットをガンガン行きますよっていう方はそこまでいないとは思っているんですが、まあ、一応そのカタログですとか CM 的なものを見ますとサーキットでも十分に楽しめますよみたいなことを書いてあったりですとか、あといろんなこう YouTube で見てますと、いや M300 サーキットでもまあ楽しめるじゃんっていう感想を持ってる人が結構いらっしゃるんですよね。よって評価の方もそこそこ高いみたいなんですよ。これはちょっとびっくりしたなとは思っておりますね。まあモモといえばハンドルがめちゃめちゃ有名でございまして、でなんだろう、なんか気づいたらタイヤなんか出してるんだなんてね思ってびっくりしましたね最初の方は。ただお値段の方もめちゃくちゃ安いんですよ。これはお買い得だなっていうのが正直ございました。よって今こうやってインプレしてる感覚ですと、いやまたねリピートしてもいいかなって普通に思いますよ。まあ、もちろん街乗りしているだけで何とも言えませんが、この街乗りのシーンだけで例えますと、いや全然これリピートしてもありだななんて思いますよ。さあ立ち上がりちょっと行きます。あーなんだろうななんかねドッカーンっていう、体感的なあの速度体感が得られなかった。なんだろう、なんかねすごいマイルドなんですよ。なんとも言えないな、なんかグーンってくるこの G って言うんですかね、それがちょっと感じられなかったな。ここだよ立ち上がり、あれあーうーんなんか微妙になんですけどちょっとないかな。あーやっぱ柔らかいからなんかうーんってキビキビクってくるよりかはなんかうおーんってゆっくりこうウイリしていくような感覚のがするんですよね。だからやっぱりこれがこのタイヤが柔らかいからこういう形になってしまうのかっていう感じですよね。なんだろう、なんとも言えないな。もちろんあのパワーですとかそういったものは変わっておりませんので、っていう速度感は得られるとは思うんですが、なんだろうな、そのパッと入ってくる体感上が少し変わるみたいな、なんか違うんですよね。やっぱりこれはタイヤの皮が剥けていないからそういう風になるのかな、ちょっとよくわからないですね。ただあのそろそろなんですけど50キロぐらいを達しそうなんですよ。よってそのタイヤの皮がバカーンって剥けて本来の性能が出てくるのかなっていう、ちょうど瀬戸際なんですよね。ただその瀬戸際で渋滞にはまると5時半でなんか全く動かなくなってるんですが、どうしちゃったんだ。いやー
もうねやめてほしいね、渋滞だけは。この何かイベントがあるときに限って渋滞にはまる、めっちゃ渋滞、それも予期せぬ渋滞にはまるっていうね、あの嫌なところでもございます。このタイヤ、ドラえもんで例えましたら、ミシュランとグッドイヤーはテレビ版のジャイアン、この M300、 モモの M300 は映画版のジャイアン、そんな気がします。グッドイヤーとミシュランの場合はね、おい伸びた行くぞ、俺についてこいバローみたいな、そんな感じなんですよ。対してモモの M300 は、おい伸びた大丈夫か、俺についてこれるか、よし頑張っていこうぜ、一緒に頑張っていこうぜみたいなねそういう感じがしますね。多分ワインディングとか山道峠道走った時にどう感じるかだよね。多分なんか違和感感じそうな感じがするな。 C の79、おーオーバー出なかった、おー曲がった、すごい。いや一瞬オーバー出るかなと思ったんですけど、いや案外モモのタイヤ食いつくな。しかもちょっとウェットな路面なんですけど、それでもぐい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 曲がってくれるような気がいたします。対向車なし、派手に食えよ、ゴー、うお突っ込んだ、とんでもねえバカ野郎だ、出口はいけんのか、出れた、うお、まさか竹千代がマコと同じ速度で曲がりきったありがとうございます、これだけやりたかった。よいしょ、ほら、おお、シビックさん曲がる、おお、少しホイールスピンするな、おお、タイヤがうねった、少しねタイヤがうねりました、タイヤ泣きっていうんですかね、少ししたな、おお、非常にいい感じで雨が降っているので、ウェット面の桃のタイヤをちょっと調べてみようと思います。まずですね、ちょっとゆっくりこうやってね振り返ししてみますと、特に滑るなって様子もない、わざと水たまりもねガーって今踏んだんですけど、特にね問題ないんですよ。でストレートの行き来ダッシュもないし、ちょっとブレーキ強く踏みます、あー止まる、ちょっとねだいぶハザードついちゃったんであれなんですけど、あ全然いいですよ、ウェット面でも活躍するな。でそれからワインディングも少し走ってみたんです、薄い峠とか岩木山スカイラインとかね。で特に薄い峠はウェット面で走ったんですが、これびっくりしました、結構ねグリップしてくれるんですよ。でなんかオーバーステアとかなんか持ってかれたりっていうのもほぼほぼなかったかな、自分の運転で申し訳ないんですがね。だからなんか意外ともちもちして柔らかくて違和感感じるなとは思ったんですが、まあそれは確かにね否めないんですけど、いやいいタイヤじゃないですか。私のなんか運転の技術が下手くそかもしれませんが、それでもねぐっと曲がってくれるし止まってくれる、さらにイキリダッシュじゃないですけど結構アクセル強く踏んでちょっとダッシュしたりとかしてもそんなにホイールスピンとかはしないんですよね。今ねちょっと後ろにも車いないからやってみますね。今2速なんですけど、2速から行きますよ、イキリダッシュ、いけるいけるって言ってもそんなに無理は禁物なんですが、ちょっとねオーバーリアクションで飛ばしてみましたけども、まあウエットでも若干ですけど本当に一瞬滑ったけどすぐグリップしてくれて普通に戻ってくれたので、あめちゃくちゃいいなと思います。これで1本1万2000円かな、245ですと。で235だと1本1万ちょいで買えますので、まあ、お得感もあっていいんじゃないかな。さらに、まあ、さっきもねグダグダな説明でいろいろ話したのが静粛性ですね。静粛性がかなりいいのでマフラーの音が純粋に室内に響いてくるから、これもまたいいなって感じました。ただやっぱり悪いところを言ってしまえば、このねミシュランのパイロットスポーツシリーズで慣れている方が履いたらね、いやもうなんでこれマットもちもちするじゃんとか違和感あるなっていう感じもします。さらにグッドイヤーだっけ FK の純正って、あれを履いた直後にこのももを履くとめっちゃグニャ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 するって違和感あるなっていう感じも多分すると思うんですよね。
ただまあ普通に街乗り走行を走るぐらい、そしてちょっとたまに山道を走る程度でしたら十分に活躍できると思うので、まあ私個人的にはこのモモのタイヤもっと慣れていけば面白いタイヤだなとは思います。でそれからあの空気圧に関してもめっちゃ沼にはまりまして、エクストラロード規格って言われてるやつなんですよね。ということは標準はですね 2.7 にしたんですが、ちょっと違和感を感じたので 2.8 にしました。そしたら逆に 2.8 にしたら、なんとあのなんだろう、片べりじゃなくて、まあなんだろう、中央が多分空気が盛り上がっちゃって、接地面がなんだ肩幅の端っこの方がね、あのあんまりつかなかったような感じがするんですよ。そのタイヤについているなんか白い跡とかあるじゃないですか、走ってると。それがどうもなんか端っこの方まで来なかったんですよね。よって 2.8 じゃちょっと高いのかなって勝手ながら思ってしまって 2.6 にしました。するとなんということでしょう、個人的には 2.6 が一番ベストマッチしておりました。まあ、2.5 もやったんですが、ちょっと足りないのかなっていう微妙な感覚だったので、まあ、私の FK7 の環境下では 2.6 がベストなのかなって今のところ思っております。これも何かの参考になればいいなと思っておりますので、モモのタイヤ今更レビューかよなんて思うかもしれないけど、いやいいタイヤだと思いますよ。まあ、もちろんね、あの激安タイヤとかそういった類のものにちょっと抵抗がある方でしたら、まあ、日本のタイヤを選ぶなり、正規のタイヤ、ね、あの正規のタイヤっていうかいいタイヤを選ぶのも今かもしれません。もちろんシチュエーション環境下にもよりますので、モモのタイヤ履いて基本的に良かったと思いきや、 M300 ひょっとしたらもう今後買うことはないかなっていうぐらいの最大の難所が出てきました。今撮ってるのが5月28日で、もうタイヤをつけてから約1ヶ月ぐらい経つんですが、東北旅行の帰りですとかね、そういったところで感じた部分をちょっとお話しさせてください。まずですね、もう簡単に言いますと、ちょっとアクセルを強めに踏んでコーナーを曲がったりですとか、ちょっと緊急時にやばいやばいっつってこう車線変更とかしなきゃいけないシーンってあるじゃないですか。グッって行かなきゃいけない時、その時のハンドルがめちゃくちゃ重いんですよ。え、なんだこれっていうぐらいに、そしてなんか曲がってるのかっていう、そういう錯覚も陥るんですよね。これがタイヤの柔らかさゆえなのかわからないんですが、簡単に言うとオーバーステアが出てるような感覚がして、いや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 、曲がんない、うわーっていうのがありました。個人的にめちゃめちゃ死活問題だなと思っちゃったので、今後履き潰したとしたら M300 リピートすることは多分ないと思います。それぐらいにちょっとひどかった。普通に乗る分でしたら全然問題はないとは思うんですが、道路の状況っていつどこで何が起きるかわからないじゃない、わからないじゃないですか。でやむを得ずガーって曲がんなきゃいけない時のあの応答性能の悪さと、ちょっとこのハンドリングがめちゃめちゃ重くて、うお曲がってんのか曲がってんのかっていうのが、個人的にはちょっとダメなので、そういう理由がありましたね。でさらにちょっとこう走り込みたい方ですとか、ちょっと固めのタイヤが好きだっていう人は、ちょっと M300 はないかなとは思いましたね。 YouTube さんとかいろんな CM でもうサーキットでも行けるじゃんとかって言ってるんですけど、ちょっと私個人的なサーキットはちょっと無理なんじゃないって、正直に思いました。まあ私の見解間違ってるかもしれませんけどね。でそれからもう一つ、やっぱりタイヤパターンなんですよ。M300 のタイヤパターンってなんかちょっとコンフォート寄りというか、街乗り仕様のタイヤパターンにやっぱり似てるよなっていう感覚もしたんですよ。でもう一つ、モモには M3 っていうモデルもあって、でそのタイヤパターンはまあ若干スポーツパターンなのかなって思ってるんですよ。でミシュランのパイロットスポーツ4とグッドイヤーのタイヤも見比べてみますと、やっぱりちょっと見劣りするんですよね、 M300 の方が。だそういったタイヤパターンの特性もあって、柔らかいですとか、さっき話したいざっていう時にって言ってくれない、ハンドルがめちゃめちゃ重いみたいな、そういう形もするので、ちょっとよく分かんなくなってきたなっていうのが正直なところ。でさらにそのタイヤのなんか柔らかさを示す数値みたいのもあるみたいで、モモの M300 はどうやら480ぐらいの数値らしいんですよ。これ結構ね、柔らかいんじゃないかなって思ってます。でグッドイヤーですとかミシュランのパイロットスポーツ4は確か300後半とか400前半ぐらいだったのかな。ちょっとはっきりした数値分かんなくて申し訳ないんですが、あからさまにですね、モモの
方が柔らかいっていうのがありますので、まあ、その辺をどう考えるかっていう感じなんですよ。私もそれを最初に調べておけば、もしかしたら M300 を最初から導入してなかったのかもしれません。まあ後の祭りで申し訳ございませんが、まあ、M300 ね、これ参考にしていただければいいのが、ちょっとキビキビした走りですとか、ちょっと硬く走りたいなって思う人はちょっと選ばない方がいいと思います。まあ、街乗りですとか、まあ、ちょっと山道走るぐらいで、まあ、楽しんで家族ぐるみで楽しもうぜっていうぐらいでしたら、まあ、全然問題はないとは思いますが、サーキットでいざやるぞって言ったら多分ね、タイム伸びないな、あれは。走ったことないからなんとも言えませんけどね、そんな気がしてますので、間違いなく履き潰した後もう一回 M300 を買おうとは正直思いません。はい、こんなグダグダで申し訳ございませんが、最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。